XV-1 コンバーチプレーン飛行試験中の XV-1、XV-1 コンバーチプレーンはアメリカ空軍とアメリカ陸軍との共同研究計画のために開発された実験的な複合ジャイロプレーンである。本機もまた回転翼を用いて垂直離着陸飛行するが従来の回転翼機と比較してより高速の待機速度を適用することを可能とした。 XV-1 は 200mph の速度に達し、開発当時の1950年代の基準の平均的な従来型の回転翼航空機より高速であった。しかしチップジェット方式の燃費の悪さ、騒音のひどさ、複雑な構造を持つことによる整備のしにくさの問題が出た。その上、チップジェット方式を採用したために、 高温高圧のガスや強力な音波に伴う振動などを原因とした機体材料疲労を主な理由とする材料工学上の限界のために本計画は終了するに至った。1951年アメリカ空軍はヘリコプターのように垂直に離陸して着陸可能な従来のヘリコプターよりも高い待機速度で巡航することが可能な複合ヘリコプターを開発する。 開発設計セリミを発表した。共同研究計画は空軍の空軍システム軍団とアメリカ陸軍輸送課によって行われていた。ベルエアクラフトがティルトローターの技術に基づく XV-3 の設計を提出し、シコルスキーエアクラフト社は格納式の回転翼設計を採用したデルタ翼機である S-57 個と XV-2 を提出し、 マクドネル社は、モデル M-28 の設計から変更した、設計を提出した。1951年6月20日、アメリカ空軍と陸軍は、設計に基づいて航空機を開発する契約を結ぶために、マクドネル社との契約文書を締結した。マクドネル社は、モデル M-28 の以前の設計作業の恩恵を受け、 1951年11月までにアメリカ陸軍とアメリカ空軍による審査のための完全な木型の準備が整えられた。マクドネル社では XL-25 航空機がすでに製造されているので、形式記号の指定は XH-35 に変更した。最終的にこの航空機は形式記号 XV-1 命名された。 転換式航空機の一連の系列の最初の機体になった。基本的な機体構造は第二次世界大戦後から間もない商用飛行機の設計である4座席球系飛行機であるビーチクラフトボナンザ及びライアンナビオン級の設計に由来した。マクドネル社は世界初のチップジェット方式のヘリコプターの飛行を成功させた。 ドブルホフ WNF342 のオーストリアのヘリコプター設計者である工学博士クルト・ホエンネムザーとフレデリック・フォンド・ドブルホフに参加しチップジェット駆動ローターシステムの開発に技術的な方向性を提供した。彼らの技術情報を利用したおよそ22ヶ月の製造期間の後最初の回転によく航空機は1954年初めまでに 飛行試験の準備が整った。XV-1 導体の素材構成は、この時代のごく標準的な材料、つまり、主として、ジュラルミンをはじめとする各種のアルミ合金製で、ソリ式、膠着装置に取り付けられた、合理化されたアルミ合金チューブと、後部に取り付けられた、発動機と推進式、プロペラで構成されていた。それはまた、 胴体の上に取り付けられた先細の主翼を有していた。ついで、水平尾翼の昇降打によって、相互連結された、相動尾部及び、相動垂直尾翼が取り付けられた。回転翼の羽の先端からの圧力ジェットによって、動力を与えられる三枚羽の主回転翼を、翼付け根状の胴体上部に取り付けた。転換式航空機には、 コンチネンタルモーター製の航空機用の発動機で、ある、ライトワールウィンド R-975、正型エンジンピストンエンジンが搭載されていた。圧縮機は垂直飛行のために、シルベ風管を介して、主回転翼の各ののの羽に空気を圧送し、発動機は水平飛行のために2枚羽根の、推進式プロペラを駆動させた。前進飛行中に、主翼は、 機体全体の総揚力の約80%から85%を供給し、残りの回転翼は垂直離着陸時の通常、回転数の約50%で回転し、残りの不足する揚力である約15%から20%分の揚力を分担する。空中静止モードでは、主回転翼は毎分410回転したが、久し速式回転翼機構により、 1 2 5 k n を超える高速飛行の場合は、ピトー管から入力される気流速度情報をもとに、コマンドゲレートに類もしたアナログコンピュータの動作により、毎分180回転に減速した。操縦室と客室区画は、ほぼ完全にアクリル樹脂の窓で覆われていたため、航空機の真下を除いて、偵察機に最適な あらゆる方向の視界が確保されていた。操縦席は直列配置座席で機長と副操縦士区画で構成されているが、必要に応じて、正操縦士のみとした上で3人の乗客、あるいは操縦士1名と2章の単価を収容する状態を選択できた。飛行中の初号機53から4016と、 第2号機53から 4017XV-1 の初号機は1954年2月11日にテストパイロットのジョン・アール・ノルによる空中静止の維持飛行試験を開始した。軽流作は主回転翼のチップジェット推進システムの問題が解決されるまで航空機を地面降下内の高度範囲に維持するための鉛の重りの代用だった。 1954年7月14日、蒸気の制限は取り除かれ、XV-1 は最初の自由な空中静止飛行を行った。飛行試験が続行されると、マクドネル社は第2号機を完成させた。第2号機は高速前進飛行中に誘導効力を低減するために、元の XV-1 初号機の設計から変更された。 この目的を達成するために、主回転翼の取り付け部を減らし、株構造を合理化し、強化した。第2号機はまた、各テールブームの終端部外側に取り付けられた、二つの四枚羽根の小さな微部回転翼を特色としていた。これらは、ジョン・アール・ノルの空中静止試験飛行の結果の反映であり、だ、特に垂直尾翼を使用するときに水平面での、 安定感がない。と述べた。元の原型である XV-1 初号機は、後に第2号機と同様のテールブームの終端部外側のテールローター仕様に回収された。1955年の春までに XV-1 第2号機は飛行試験計画に参加する準備が整った。1955年4月29日、XV-1 は、 垂直飛行から水平飛行への最初の転換飛行への移行を行い、成功させ、1955年10月10日、XV-1 第2号機は200マイルパワー。その当時のすべてのヘリコプターの世界速度記録よりも、約45マイルパワー早かった。XV-1 は、μ を0.95の値で達成した。3年後、製造された全2機の累計で、 約600飛行時間が経過した後、XV-1 の契約は1957年に解除された。結局のところ、チップジェット方式の XV-1 を用いることは、従来のヘリコプターと比べて得られる利点が少ない、上に構造が複雑になりすぎて、費用対効果が引き合わないと判断された。出力の割には、思いレシプロエンジンは、 設計の利点を活かすのに十分な出力を出せなかった。従来のヘリコプターの回転翼の設計とターボシャフト発動機の目覚ましい技術的進歩は、その後の XV-1 の性能の優位性の余裕分を否定するだろうと予測された。コックピットでの平均的な騒音水準値は 116dB であったが、エンジン騒音はともかく、 回転翼の羽の先端のジェット騒音の水準は1、2マイルも離れた距離でも依然として 90dB を記録し、地上職の観測員は羽先端のジェット音をイライラする極度の刺激であると記述した。マクドネル社は小型のクレーンヘリコプター設計を用いてチップジェット回転翼技術を利用しようと試みた。アメリカ陸軍は初号機を生態保存として維持し、 アメリカ合衆国アラバマ州所在のフォートラッカーの米国陸軍航空博物館に移された。当時の回転翼航空機の速度記録を打ち立てた記念碑的な機体である第2号機は1964年にアメリカ陸軍からスミソニアン学術協会が運営するアメリカ国立航空宇宙博物館に寄贈され同博物館の展示所蔵物となった。ハーディングのデータによる 同等の役割と構成、同年代の航空機、ありがとうございます。